小田さんの草刈りするとき刈払機使って、はい、ナイロンカッターとあとチップソー使うじゃないですか、うんうん、はい、ナイロンカッターじゃなくてそのチップソーで刈るメリットって、まあ、高い草とかすごい刈りやすいっていうのもあるんですけど、うん、やっぱその刈った後のメリットっていうのをちょっと教えてもらいたいなって思うんですけど、うん、はい、まあ、あの草がナイロン刃だとバラバラになりやすいんですけど、チップソーだとそのまま倒れてくれるんで、マルチシートの代わりに草押さえになるんで、確かにね、うん、なんかある程度ね、今回草刈り伸びちゃったやつをねチップソーでやるとなおさらなんかその効果あるかなって、そう、でまあまあチップソーの方がね服の汚れが飛び散らないしっていうね、それもあるし、ね、そう、粉々にならないで高いのだと倒れてくれるんで、うん、そこは確かに、ね、そうですね、うん、稲系だからこそなんかそれがメリットあるっていう感じですもんね、うん、そうですね、うん、ね、なんかだから積極的になんかなるべく草伸ばしてやればまた草は臭いになるかなとか思いつつもなかなかね、うん、やっぱある程度限度の、そうですね、立ち、ね、はあると思いますので、はい、よかったです、はい、はい。